今回は、埼玉県の大宮駅徒歩約22分にある、ココス大宮赤芝店の、朝食バイキングに行ってきました。ココスの朝食バイキングは2回目です。店舗が違うとメニューも違うのかな?と思いつつ駅から結構歩いた。この店舗は毎日朝食バイキングをやってるみたい。平日税込み、803円は安すぎない?ゴールデンウィーク中だったので、祝日料金。913円税込み。浦和店と同じです。料金は前払い。メニューはこんな感じ。以前に行ってきた浦和店とほぼ同じ。違いがあるかと思った分ちょっと残念。この魚のフライはなかったな。ワッフルも浦和店と同様に作れる。ということで、早速、1巡目、いただきます。2巡目3巡目はい、来ました。原点にして頂点、卵かけご飯。うどんに生卵、麺つゆかと思ったらポン酢で、想像と違う味になった。これポン酢。4巡目、お気に入りのパン。5巡目
ここで限界。ごちそうさまでした。